パキナルトちゃんです。今日は1ヶ月マレーシアに来て、大学に来て、その生活の感想を動画に収めていきたいと思います。まだ学校に来て1月から3月までのセメスターで、まだ1回しか授業に参加してないんですけど、図書館とか、みんながご飯食べるスペースとか教室が全部密集した感じで、今日のしやすい空間だなと思いました。こちらが授業とかする部屋とか、あと図書館があるところです。ライブラリーはこの上にあって、いつも行こうとするたびにもう閉店、もうクローズの時間だよとか言われて入れないんですけど、今日ちょっと一回トライしていきたいと思います。撮影にはメールを送って、許可が必要だったので反応してきました。一人でごめんなさいこちらが私のお気に入りなサンドイッチ屋さんとか、ナシマレとかランチがあって、私はこのサンドイッチがすごい好きです。エッグワープウィズブレッドっていう肉厚なサンドイッチが好きで、コンビニとかにあるサンドイッチって薄いじゃないですか。それがいいなって思ってます。これです。買い方が分かんない自販機、特に分かんないのが、私はこのドリアンの、なんかドリアン食べたことなくて、ドリアンのお菓子を買ってみたいんですけど、買い方が分かんないんでトライしてみたいと思います。あ、多分これ先にお金入れるんじゃないですか。358358、はい、覚えました。これ入れて、あ、戻されましたね。気づきました、これ1リンギットのみだったんです。ガーンって感じあ、受け入れてくれた。 4リンギット、あ、多分これ 3リンギットで、チーズダブロワーツ358、エンター、うそ、あ、買えました。これてってれー、ゲットでーすこれまず1リンギットを入れて、番号を入れてエンター。何円かは値段は書いてなくて、どれぐらいお金入れればいいかわかんないんですけど、まあ、とりあえず1リンギとずっと入れていけばゲットすることができました。今からこちらとこちらを食べていきたいと思います。じゃ、まずこちらから100プラスから飲んでいきたいと思います。うん、本当に日本のアクエリアス、ポカリスエット炭酸で、甘みがなんか少ない感じがします。喉越しがいい、なんか喉の炭酸がいいなって思って、結構ポカリセット甘すぎてちょっとくどいなって思っちゃうことがあって、日本で飲んでて、でもこれなら熱くてもごくごく飲める、すっきりする感じが、この暑いマレーシアならではかなと思って、これがマレーシア向きなのかなって私今思いました。うん、3口目で慣れてきて美味しいなって思ってきました。では次にドリアンバイツ。まだドリアンの時期じゃなくて、私マレーシアといったらドリアンなイメージがあって、今日やっと買うことに成功したんで、では食べていきたいと思います。こういう匂いか。なんか日本で言うと干し椎茸、干し椎茸を戻してる最中の匂いみたいな感じですね。おばあちゃんがよく干し椎茸水に戻してて、その匂いですね。あー、でもなんか 2回目の匂いで、なんか映画館のキャラメルを焦がしていきましたみたいな、映画館のポップコーンのキャラメルを焦がしていきましたみたいな。あ、もう3回目でチーズみたいな臭さ、あ、でもなんか癖になる感じが、うん、芳醇っていうんですかね、こういう香りを。では食べていきたいと思います。あ、でも
なんか食べて、はーみたいな、わーみたいな、はーみたいな、食べて、この椎茸、干し椎茸の香りが、はーってなって、甘い感じ。うん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 。最初は、なんか大体食べ物、私の中では、最初はちょっと驚きがあって、二口目から受け入れることができて、三口目から美味しいんで、多分今から食べるのは美味しい味になるのかなって思います。うん、美味しいです。いや、ドリアン、本物もぜひ時期になったら食べに行きたいと思います。大学に来てようやく1ヶ月経って自販機の買い方も分かって、でドリアンの近いお菓子や100を飲んでマレーシアを知ることができたのかなと思います。でドリアンは結構日本人の方というか初めて食べる人はちょっと抵抗があるっていうことを聞いてたんですけど、私は結構受け入れることがすんなりできたんで、新しい発見もできてよかったなと思って、100もマレーシア向きな飲料水としてすごく美味しかったです。ではまた今度の動画で。じゃあねー。